はい。今回は山本太郎さんや令和を支持するとおかしいと思われるという切実な質問について、えー、考えてお伝えしていきます。今回もよろしくお願いいたします。 まあこれは何かっていうとですね、山本太郎さんとまあ一般の方がですね、話すおしゃべり会でまあこういった質疑があったんですね。僕はあのいつもお話ししてるようにまあ山本太郎さん、令和をも応援してるんで、全く別にこんなことはおかしいなと思うんですが、やはり世の中的にこのように思われるっていう、実際そういった側面があるっていうことなんですよね。で、まずなんですけど、なんでこういったことになるのかっていうことを考えると、やはりですね、 マスコミの報道がおかしいんですよ、えー、この前もですね山本太郎さんと山添拓さんという、えーまあ、方がですね、えー、岸田に対して、えー、切り込んだ質問をしても、マスコミは山本太郎さんの、まあ、きちんとしたそのところはほとんど報じないんですね、えー、こうなんか、でそのやはりです、ね、テレビ、マスコミは報道しなくても、まあ、SNS とかでは注目されるわけですよ、山本太郎さんがおっしゃってる消費税廃止、それが必要なんだって。 しかし、テレビ、マスコミはそういうことを報道しませんので、テレビ、マスコミを見てる人、逆に言うとそれしか見てない人っていうのは、あ、山本太郎さんとか令和っていうのはなん,なんかおかしいのかなっていう、まあ、そういう、えーまあ、イメージ、印象操作を受けるわけですね。うん、持つわけですよ。で、えー、まずですよ、全くおかしくないんですよ。なぜかっていうと、これは最初と最後にも言いますけど、 山本太郎さんがあ、ね、ずっとおっしゃってる消費税廃止っていうのはえ国民のためになることなんですよ。それを言ってる人がおかしいっていうこと自体がもう意味がわからないんですよね、うん。ただマスコミとかはそういったものをする。でこちらはあこの件に関しては以前にお話しさせていただいたんですがマスコミもですね、えーまあ、その経団連経済同友会同様に消費税の、まあ、恩恵を受けてるんで。 自分たちが恩恵を受けたものを、その間違ったものですね、それを山本太郎さんに正される、そのことについてよくない、えー、と思って、えーね、山本太郎さんを叩くっていう、その構造があると思うんですが、まあ、マスコミならぬマスゴミだと思いますけどね、意味がわからないなと思います。で、そういったことから、令和と山本太郎さんを変なふうに思う人間がまあいると。うん、内容、企業は別に全くおかしくない,なないわけですよ。 で今回は山本太郎さんがですねそのご質問した人についてお答えされてるんですが。 まあこのご質問された方のですね内容も切実なんですね。もちろんこの方の内容というか、この方の心持ちというのも、令和を応援したいということなんですが、その方がおっしゃってた、ちょっと注目するまあところをですね考えていくと、その質問した方というのは、田舎に住んでいる方のようなんですよ。で田舎というのは、やっぱり、この、なんていうのかな、この近所の目というか、 そういうのとかがあって、なんか田舎になればなるほど、えー、こう自民党を支持することが当たり前かのような、そのなんか農業とかしてる人ってのはやっぱりその自民党のつながりがあるからでしょうね。うん、で、えー、その田舎で農業されてる方で、えー、自民党を否定したり批判したりすると、まあ、そのコミュニティから、えー、こ外されるコミュニティにいられなくなるっていうことで、まあ、令和を応援したいんだけれども、ポスターを貼ることもできないし、どうやったら拡大できるかっていうことを、えー、悩んでいますっていうことを、 を山本太郎さんに聞いていてる場面だったんですねだから令和をどうにかして広げていきたいという、まあ、そのね一国民の思いを山本太郎さんが聞いてお答えされたということなんですが。 で特にですね、山本太郎さんも、まあ、これはおっしゃっていて、えーまあ、それは山本太郎さんのおっしゃってることが正しいと思うんですが、えーまあ、山本太郎さんがですね、まあ、保守王国っていう場所があるということなんですね、まあそ。そもそもこの時点でおかしいと思うんですけど、僕はね。うん、で、その、まあ、田舎とか地方で保守王国と言われる場所があるということなんですが、そもそも自民党のどこが保守なのかっていう話なわけですよ。売国じゃないですか。売国政党そのものなわけですよね。 だから、あの国民がこういう全く逆を思ってしまうわけですよ。思ってる人がいる。特に田舎地方に、えー、行けば行くほど自民党は保守とかね、全く違うじゃないですか。で、山本太郎さんが笑って答えてましたけど、ね、えー、令和がカルトって言われますけど、ね、えー、自民党こそがカルトで、カルトと一体化してますよねって、まさにそう,そうじゃないですか。自民党と遠丸っていうのは表と裏の関係。 一体化した関係でえ、それがですねそのまあマスコミとかを使ってレイオとか山本太郎さんにそういうことを言うこと自体がおかしいんですよただあ田舎とかあ地方とかになればなるほどまあ、政治の話がタブーになるでそういうのをしづらいエリアではまあ、どうしたらいいかっていうことを山本太郎さんがおっしゃっていてまあ、僕もこのお,お,お話を聞いてですねまぁ、あ、ごもっともだなと思ったんですよな,なのみ,みんなで思ってることは同じなんですねどうにかして 僕たち日本国民が住んでいる日本がよくなるため、より良くなるためにはです、ね、この令和の経済政策がもう、まあ、必要なわけですよ。というか、これしかないんじゃないかと思うぐらいなんですが、そのためにどうやって広げていけばいいかということを山本太郎さんがおっしゃったんですが、まず最初に,最初にというか、途中までかわからないですが、令和の名前を出さない方がいいと、山本太郎さんの名前を出さない方がいいと、なぜかというと、マスコミの印象操作を受けている可能性がありますから、まあ、令和イコールおかしい。 とかね山本太郎さん以降のおかしいとかそういうことを、えー、思われて、えー、いる可能性があるんでまあ最初はそういうことを一切言わず、えー、まあ、政治に詳しい人間あるいはですね政治のことを分かっている人間そういったポジションに、えー、自分がなることがまあ、大切であるとだから何て言うのかな人間関係の信頼を築くことが大切だということを山本太郎さんがおっしゃってるわけですよ。 でその人間関係の信頼を築いて、そこで何かの表紙にえ、令和はいいねっていうようなことを言うと、それがいいんじゃないかと、山本太郎さんというのは、こういったところもまあ非常にやっぱり頭がいいんでしょうね。それから、まあ、ちょっとその中でおっしゃってましたけど、まあ、こういったことを聞かれることもあるんでしょう。だからそういったことをいろいろ考えて。 最初に、令和とか山本太郎さんの名前をドーンと前面に出すと、ねえー、まあなんかおかしいとかって言われる。だから最初は信頼を得るために、えー、まあそのね、えーま、ちゃんと話、政治の話とかいろんなことがわかる人になる。その信頼関係が大切だって言ってましたね。 うん、その信頼を得ることが、まあ、優先、でその後にとに、えーまあ、令和とか、山本太郎さんの名前を出,ると出すとでその、それ以外には、ちょっとあのお願いしますっていうね、令和を応援してください、お願いしますっていう、まあ、そういった、まあ、作戦も、まあ、いいんじゃないかっていうことをおっしゃってましたで。僕はこの山本太郎さんのおっしゃってる通りだと思います。で、ここからはちょっと僕の思うところなんですけど、まあ、たまに僕あの、こういったことを言われるんでね、えーまあ、いちいちそんなことに関して、どうのこうのもないですから、まあ、考える人それぞれだと思うんで、 まあ単純にまあ僕のまあ思いっていうことでね、ここからまずお話ししていこうと思うんですが、まあ、皆さんも思ってらっしゃると思いますが、今のこのままの日本経済をどうにかしないといけないんですよ、国民がね、まあ、国民プラス、その国民の思いをまあ背負った政治家が何かをしないといけないわけですよ、でその国民の思いを背負ってる政治家、政党というのが令和なわけですよね、で令和が拡大していかなければ、何を意味するのかというと、日本が崩壊して,してしまうわけですよ。 うん、っていうふうに僕は思ってるんですね。であの、山本太郎さんについてですね、否定する人がいるんですけど、だからそれは例えば考えを人それぞれだから、別に僕は全く否定してないし応援してるんでね、うん、否定する要素がな,ないじゃないですか。で、別にあの、完璧を求めてるわけでもないんですよ。うん、だって、ね、山本太郎さんが素晴らしいといえど、まあ、人間ですから完璧ではない。ただし、まあ、こういった表現もどうかと思いますが、 あ今いる政治家の中で一番まとも、一番マシであると思います。そういう言い方をするんであればね、僕は応援してるんでそんなことは思わないですよで。全面的に応援してますから。で、例えばですね、えー、まあいろいろ言う人がいるんですけどで、例えばね、こんなことを言われたりする人がいるんですよ。例は山本太郎さんは経済政策しかないなとかって言うんですが、そんなことはないんですよ。で、まあまず、で例えば、 経済政策、経済対策ということであれば、消費税廃止、えインボイス廃止を謳っている、まあ、令和山本太郎さんですね、うん。一番必要なことじゃないですか。うん。で、おそらく、まあ、なんだかわからないですよほ。本当のこと知らないのか、あるいはですね、そういうなんかテレビに踊らされてるのか、なんだか知りませんけど、別に、えー、政治あの <coughs> 経済対策だけではないんですよ。うん。山本太郎さんって、今、日本が大きく抱えている問題がありますが、憲法改正にも反対してるわけですね。 どちらかというと、この2つじゃないかと、2つないしは3つじゃないかと僕は思うんですよ。経済政策、経済対策の問題が1つ、憲法改正の問題が1つ、あとですね、福島の原発汚染水、海に流す、この3つあたりが日本の大きな問題であると思います。 でこれについてきちんと言及している議員とか政党って僕いないと思うんでね、まあ、政党はいろいろあるんで,で、応援するのは別に人それぞれだからいいんですよ、そのねまあ、僕は令和や本太郎さんを応援してるで、リスナーさんもそういったお考えの方がいらっしゃる、でまあ、僕たちの考えはそうであるということで、別に他の方について、どうのこうの言う気は全くないです。 ただしあの、その認識が誤ってますよっていうことなわけですよ。僕はそう思ってるんですよ。だから別にいいんですよ。人考えは人それぞれだから何も言わないですけど、あの認識がまず誤ってるっていうことを思うわけですよ。まず、日本経済再,あの再建、再生が必要なんで、経済対策、消費税廃止、あるいはです、ね、インボイス廃止があもう本当に急務ですね。でさらに言うと、 もしも経済が立て直ったとするじゃないですか憲法を改正したらもう国民生活、えー、もうただただ今より厳しくなるんですよ。 日本の憲法って世界に誇るほどいい,い,い憲法優秀な憲法なんですよ憲法9条がありますからその憲法9条をなくすとかね、うん、緊急事態条項っていうものを入れるとか、うん、基本的人権の削除とかねそういうのをしようとしてる自民党公明党維新の会国民民主ですが論外ですねでこの憲法に他に触る政党っていうのもあるんで僕はこれも論外だと思ってます、うん、だから憲法を変えられるようになったらどこで何を変えるかわからないじゃないですか本当に直前で何かね、えー 違うことをすっと変えるとかっていうのは全然ありえますから、だからまずその憲法に触れるところっていうのも、僕はもうそういう意味でな,なしだと思ってます。あとですね、あの原発再稼働っていうのも、これ山本太郎さん反対してますが、当たり前なんですよ、うんで。で、この、だから別に経済対策だけじゃないでしょっていう話。で、ここ最近で言えばね、えー、もう完全に日本の国益のために動かれてるっていうのは山本太郎さんで、 えー、福島の原発汚染水を海に流すの反対って当たり前なんですよ。でこ当たり前のことを言わないんですね、えー。東電との利権があるからだと思います。別に海をお汚染しようが、環境を汚染しようが構わない、儲かりさえすりゃいいって、そういう考えだから、うん、あの日本がですね世界から敵視されているわけですよ、こういうことをしてるということで,で。そういうあの世界的な視野を,を全く持たずに、うんあの、山本太郎さんはなんかね、経済対策だけじゃないか、別に経済対策だけじゃないじゃない,じゃないですか。 でこれよく、あのまたこの令和の話でよく問題になるんですけど、まあ、僕もこの,この話に関してあんまりよくわからないんでね、うんまあ、調べてみたんですけど、まあ、ちょっと正直よくわからないっていうところなんで、まず、まあ、僕の思ってることを言いますね。うん、僕は外国人参政権というのは反対です。LGBT 法案も反対です。別にこれは僕の考えだから、反対です。で よく山本太郎さんがその外国人参政権に賛成してるとかって言ってるんですがよく調べると別に賛成してるわけではないんですよね地方の外国人に賛成権を与えてもいいんじゃないかって、えー、いうことを言っているで別に絶対それをご利用ししてるわけではないんですよ。 でえー、例えばじゃあまあ、まあ、そこに三角ね丸ツ三角で三角がつくとするじゃないですかんでも他の点で完全にプラスにいますよねっていうことで山本太郎さん別に LGBT 法案にも賛成してないでしょんでそれなんかよくわからないでたらめ売ってるのがあるのかもしれない別にしてないでしょ、うん、でこっから先なんですよこっから先がほとんどこの話について誰も言わないんで、えー、誰も言わないから僕言いますよ、うん このことが分からなければ、もう話にならないから、はっきり言って。だから逆にこのことがわかれば、山本太郎さんがしていることの意味、意義っていうのがわかるんですよ、うん。何かっていう話なんですが、 よくね、えーその、そういう政治の話をして、あの、長期的なことを言う人っているんですよ。例えば2025年とか2030年とか、わかりませんけど、長期的な目線で見る、うん。長期的な目線で見ることは必要だと思います。別にそのことを否定しはしません。ただ一つ思うことがあります。日本に長期的な未来はあるのでしょうか。ここのままでいってってことね。何を言ってるかっていう話なわけですよ。 日本の経済あるいはですね日本というのはどういうことになっているのかっていうと中小企業が9割を占める日本なわけですよ。日本経済を動かしているのは9割の中小企業なわけですよ。その今9割の中小企業が、ね、消費税の問題でどんどん倒産したり廃業したりインボイスの件で個人事業主フリーランスがどんどん倒産したり廃業したりしているわけですよ。 これは何を意味するのかっていうと日本の治安とか秩序の悪化を意味するんですよ。だからそんな風になってね国民が仕事がなくなったりもうどうにもこうにもそんなになって悪化した状態だったらもうその先ってないですからね。だから あの当たり前かのようにこの今でさえも厳しいですけどなん,かなんとなくいけんじゃないのみたいな感じでだ,だったらどうのこうのね知りませんけど外国人参政権がどうのこうの外国人参政権なんてそんなねのんきなこと言ってる場合じゃないですよその頃にもう日本どうなってるかわからないっていうことに今経済が厳しいわけですよ。だから別に まあ僕ね、誤解しないように言いますが、外国人参政権、僕は反対です。LGBT 法案もう反対。だけど、おそらくそうなるの,のより先に経済が潰れる方が先、日本国民の生活が潰れる方が先、だからそれを防がないといけないんですよ。だから山本太郎さんが言っている消費税廃止っていうのが必要なんですよ。消費税廃止をすればね インボイス制度もなくなるし、日本国民の個人消費が、ね、活性化して経済回るんですよ。で、日本の中小企業倒産も防げるんですよ。それをあの言ってる人がいないじゃないかっていうことです。だからそれをもし言ってる人が他にいるんだったら、別に応援すればいい。で、考えは人それぞれだから、別にね、誰が何を応援するか、別に僕はそんなことを言わない。ただし、前提となっていることがもう変わってますよっていうこと。で、それにおそらく、そういうことに危機感を持ってる人たちが、令和を応援してるんだと思います。 そのね、山本太郎さんはなんか経済政策しかないじゃないか、なくないでしょ、さっき言ったじゃないですか、憲法改正にも反対してるし、ね、その福島の原発汚染水にも反対してる、そういったことを、一、えー、人でも多くの方が知っていただくことが大切だと思うんですよ、理由は単純です、僕たち日本国民が生きる日本がこれ以上悪くなったら、国民がもうやっていけなくなるからです。 そういう意味で僕は山本太郎さんと令和を応援しています。で、まあ、たまに言っていただく方がいるんですけど、別に僕はあの、ね、当たり前ですけど、一般人なんで、あの山本太郎さんを応援してるえ一人の人です。うん、で、なぜっていうのは、今お話ししたような、えー、理由。であの、そういう僕もそうですし、リスナーさんもそうですが、令和の、ね、応援してる方たちの思いがどんどん広がっていって、えー、僕たちが、僕たち日本国民がすぐ、日本が、ね、少しでも良くなること、もう悪くならないようになること、それをね、 止めることができればと思いまして、今回こちらの件についてお話しさせていただきました、えー。参考になっていただけること、共感していただけるところがあれば何よりです。ということで、今回はこれで終わります。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。